はい、こんにちは。今回これはですね、アールグレイさんという、まあ、ライブに来てくださった方がいて、まあ、その方がね、これは、神崎トレーラーではないかということまでが分かったんですよ。で、私も調べたんだけど、その神崎、まあ、そこから先なんだけど、神崎トレーラーっていうのは一体どこのことを言ってるのか、例えばミニカーのメーカーのことを言ってるのか、それともそういうトラック会社のことを言ってるのか、私は多分両方のことを言ってるんじゃないかと思って調べたら、まあ確かに、ミニカーの時間機がありますよね。で、あれはモーターマックスってのがあるんですよ。で、同時にその神崎トレーラーってのが確かにあるんですよ。そのこういうふうにトレーラーがバーってミニカーの時間機でバーって並んでて、で、展示するような販売で、透明な要するにケースみたいな中に入って、それで自販機であるんですよね。で、300円かなんかでお金入れるとガチャッとこう出てくるようなやつなんですよ。で、その神崎トレーラーのおそらく本社なのかはわからないけど、神戸かどっかにあるんですよね。あの港のあの近い岡山かあたりなんかに。で、そこのところに、貿易会社があって、で、その貿易してるところのそのトラック会社でやってるのが神崎トレーラーっていう会社も確かにあるんですよ。で、それが結構大々的に貿易をやってる会社で、で、まあ、あのこういうコンテナとかを積んで、まあ、走っていって各地に品物を届けたりするんだよね。で、そうするとその線から聞くと、まあ、私は神崎トレーラーの会社のトラックではないかと思えるわけ。ただそこから先がわからないんですよね。まあ私もわからなかったし、その人もわからなかった。要するにそのなんて車種の名前なのかがわからなかった。ただそこまで調べられてきたというのは大変これはあの素晴らしいことだと思うんですよ。私はだってこれ顔を見たって全然わからなかったですから。ところがその人は確かにそれは神崎トレーラーではある。ただ年式がどの年式に当たるのか、1970年代なのか80年代なのかっていうことが分かる。ただどちらにしろおそらくは、私が言うのはおそらくは1970年代ではあるかなと思うんですよ。この顔の作りからしてね。で、このトレーラーの例えばここの部分ですと、これは多分70年代の頃の、あのブレーキランプだと思うんですよね。今こういうブレーキランプないので、そうすると、まあ、その年代かなと思うんですよ。ただ、まあ、確かにでこのミニカーもその人の調べで分かったんですけど、今からおそらく10年ぐらい前に見かけたって言ってたわけね。だからもともとはこのミニカーが一体いつ頃から出始めて世の中に出始めてきたのかはそれは分からないんだけども、まあ、少なくとも見かけて販売されていたのは今から10年前、10年前というと2019年から数えて2009年ですよね。まあ、2008年だとちょっと10年超えてしまうので、2009年あたりだと。そうすると、2009年あたりの10年ぐらい前に、見たことがあるということは、まあ私はこれ昭和時代のミニカーではないかと思ってたんですけども、まあ、平成の時代にしてもまあ新しいですよね。2009年だから。で、その時代あたり にあったっていうことですよね。ということは作られてた。でもあれでも同時に言えるのは、もしかしたらずっとかなり前から販売されてて、昭和の60年とか、まあ、そのぐらいからずっと長く販売されてる、されていて、そしてこの平成に至ったその2009年に年月に経った時点でもまだ販売されていたという可能性のやつも、まあ決してないかなとは言えない。その可能性も否定できないかなとは言えないんですよ。だからまあそういうことがあって大変お世話になってありがたいんですけども、ただまだまだそこが先のその車種解説だとかそういったことまでがわからないので、そこがやっぱ悔しいなっていうところではあるんですね。そうするとまだこれはまだ情報を求む部分がまだあるかなと。一部な情報は分かったんですが、まだまだちょっと不十分な情報があるので、そこのところをお願いしたいなというところだと思います。で、まあ、私もかれこれ今でも本当に悔しい思いなんだけども、
まあ、小学校6年生ぐらいの時、12歳ぐらいの時に私はある意味止まってるわけですよ。まあ、大体中学、小学校6年生から中学1年生ぐらいなのでね。で、それはやっぱり虐待が語られてきたっていうことを、虐待が年々指導になってきたっていうのもあるし、同時にいじめとかがすごく白くなってきたっていうのもね。というのも、私がその、なんていうんですかね、あれだったわけ、知的障害を持って、そうするとこういう喋り方になってきて、私もこういう喋り方ってすごく嫌なんだよ。ああ、うんだな、あんだな、ああ、こうなんだな。だけど、すごく嫌なんだけど、ものすごく嫌いなの、こういう喋り方、そういう。だけど、そういう喋り方、すごく嫌いなんだけど、だけど、そういう喋り方になって、やっぱり脳内はやっぱり知能の遅れというか、そういったところがあって、どうしてもやっぱりそういう行動や喋り方になっちゃうらしいんですね。で、そうすると、もうそれを避けようとしても、もう避けることができない。だから、そうするとそれをですね、からかうやつがいるんですよ。お前はこんな行動をとってるぞって、例えば、何かあってお前すぐ駆け出したりとか、ビョン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 、どんなところを飛び跳ねたりするんじゃない。まあ確かに知的障害っていう障害者の方は、突然こう言葉をバーってこう、なんていうのね、まあその日に起きたことをいつもニコニコしてね、で、それでこうやってな、ある種突然こうやって喋ってしまう場合もあるし、興奮した状態でそれをどうしたらいいかが分からないから、ぴょんぴょん飛び跳ねたりとかね、同じことを、同じように言葉を何回も何回も言ったりするってことはあるんですよ。やっぱりそれだけやっぱり楽しい出来事とかがずっと強く残ってるから、そうするとそれをどうしたらいいんだかが分からなくて、そういう行動を起こすらしいんですね。で、それは自分だけじゃなくて、知的障害者の人って、そういうドキュメンタリーとか、ね、そういったものを見ても、やはりそういうのが多い、そういう人が多かったし、で、私が養護学校行った、まあ、今の支援学校ですね、そういうところ行った時もやっぱりそういう人が多かったです。だから、例えば体育館とか、まあ、教室に行くと必ずトランポリンがある。なんでそこにトランポリンがあるんですかと思う。そこにトランポリンがあるのは、要するにそういう人が、その自分の感情っていうのをその少しでもこう和らげるためにそこにトランポリンがある。で、そうすると必ず休み時間になるとトランポリンのとこ行って必ず飛んでる男の子がいたんです。で、すごい高く飛んでるんですね、その子。30メートルか40メートル、下手したらもう体育館 の壁に当たるんじゃない、頭が当たるんじゃないかっていうのは、ね、ギリギリのところまで飛んでる、飛び上がってるね。だからそこまでやっぱりその子は興奮してて、そんで何かこうわーわーって喋ってたんだけど、何を喋ってるかは分かんなかったけど、で、それでやっぱ興奮してると、タラントに飛んでた。で、そうするとね、そういう人間を見るとね、他の人はね、まあ大体健常者ってそういうことを行うところがあんまりないから、そうするとそれをなんか面白いっていうふうに感じるだけじゃなくて、なんか変な人って感じるらしいんだよね。で、それで、こいつは人間ではないみたいな感じでからかったりする。だから私がその、やった時も、もう、すごいね、やっぱりこう、からかってくるやつがいて、で、私その時で頭きたもんですから、ちょっと図工の時間を、恩があるということで知ってたんで、まあ、それで、ちょっと怪我を負わしたんですよ。で、そういったら大して痛くないですね。おい、いてどうしてくれたんだろうね。だけど私は別にそれで先生に怒られようが何でもそんなの関係ねえやと。先生が大体それと怒る先生がいけないんだから。先生も先生もいけるかいけないんだ。だから私は学校っていうのがすごく嫌いでした。要するに、まあ今だから言うけど、小学校とかああいうとこ学校ってね、なんかこう、子供より偉いんだみたいな、ものすごい偉そう部分で。で、もう権力っていうかそれを肩にかけ、そして自分たち先生ってのが偉いんだと。だから偉い存在なんだから子供というものは偉い先生というのが一番偉い存在なんだからあんたたちは親や先生にペコ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 してないいんですみたいなふざけんなと思ったのだから私はそういう雰囲気でふざけんなと思ったむしろその対等な立場を持って対等な立場を持ってできないのかと思ったねだからそこが大きく違うわけよ例えば世の中に出てくるとね、あれだけ前に学校の先生が本当に威張り腐ってたのが、世の中に出てたら、学校の先生がペコペコしてるわけよ。おかしなこと。逆に世の中に他にいろんな職業やってる人たちがいるでしょ。そうすると自分の教師以外の人たちに対してはペコペコしてるんだよ。
でそれを見て、学校ってあんなに偉そうに、ね、学校に行ってる先生が威張り散らしてて、ね、言ってたのが、周り世の中で言うと違うんだなみたいな、ペコペコしてんだなみたいな。